ネット競馬ニュースフラッシュ、皆さんこんにちは。3月27日金曜日、本日のニュースを担当いたします、桜花の奇跡もちもんです。本日は3月29日日曜日、中京競馬場で行われる高松の宮記念直前スペシャルです。まず枠順はご覧の通りです。スプリント路線の常連馬だけでなく、マイル G1 馬も多数集結で、とても楽しみなメンバーですね。さて、本日は桜花の奇跡メンバー3人より推し馬をご紹介いたします。それではまずはじめはさとみちゃん、お願いします。はい、桜花の奇跡の坂巻さとみです。私の高松の宮記念の注目馬はこちら、千雲構成です。今年の出走メンバーの中でお父さんが唯一無二の49er 系のアドマイアムーン産駒である星雲構成を選びました。この星雲構成も含めた直近5年間の高松の宮記念において、父アドマイアムーン産駒が5年中4年で連帯しています。この星雲構成は1200メートルのスペシャリスト。構想を期待できるので、どんな競馬をしてくれるのかとても楽しみです。ぜひ注目してみてください。続いては、アイリちゃん、お願いします。はい、桜花の奇跡、アイラブユアイリです。私の高松の宮記念の推し馬は、こちら。3枠6番、ダノンスマッシュ。オーシャンステークスのように、包まれなければ、先行集団についていって、最後の足も切れて離せると思います。昨年は一番人気4着という結果でしたが、父ロードカナロアも2度目の出走でこのレースを制しているので、まだまだチャンスはあると思います。頑張ってほしいです。ぜひ注目してみてください。それでは最後はももみちゃんにお戻ししたいと思います。ももみちゃん、お願いします。はい、再び桜花の奇跡もちももみです。私の高松の宮記念の推し馬はこちら、じゃーん、星雲構成です。はい、昨年の高松の宮記念2着だった星雲構成は、ドーローテの戦争シルクロードステークス組、最重量ハンデの58キロを背負いながらもしっかりと見せ場を作り5着、スプリント戦で構想しやすい馬格がしっかりとある馬体ですし、中京で4戦中3回馬券内と中京実績も十分にあり、安定感があります。また当日の天気は雨予想となっており、星雲構成にとって好条件が揃った舞台だと思います。7歳ではありますが、まだまだ力が十分にある星雲構成の構想に期待したいです。ぜひ注目してみてくださいね。春のスプリント王決定戦、タイトルを手にするのはどの馬なのか、とても楽しみですね。開催当日には桜花の奇跡公式ツイッターにてメンバーの買い目も発表しますので、そちらもぜひチェックをしてみてください。以上、本日のネット競馬ニュースフラッシュでした。